ということで以上です。いってらっしゃい。はい、私ニコニコ動画で、ブローマーガチャンネルってやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブローマーガチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。ノテレフォン、ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。33歳会社員です。自分が本当に心の底からやりたいと思えることを見つけるにはどんな行動や考え方が必要だと思いますか？堀江さんの今までの経験をもとに教えてくださいという質問です。はい、はい、それでは本日のゲストをご紹介します。はい、ショールーム代表の前田裕二さんです。よろしくお願いします。7回分あるんだよ。はい、7回分あるんです。7回分あります。はい、そうなんです。はい、私の回答からいきたいと思います。はい、いろんなことに手を出すこと。なるほどシンプル。なるほど。でもこういう質問が一番多いね。多いですよね。うん、僕もめっちゃこれ心の外、そこからやりたいと思えることが見つかりません。うん、好きなこと、本当に好きだと思えることが見つかりません。この前逆にやりきったみたいなこともありましたね。あ、やりきったって人がやりきったっていう人もいました。いや、それはもう本当に初めてだよね。これめっちゃ多いですよね。講演会とかしてても大体質問の3分の1ぐらいこれっぽい質問ですよね。うん、FAQ です。まあまあ、なんかだから今自分が充実してないよねっていう話で。はいはい。うん、なるほど。いろんなことに手を出してきたっていう堀江さんの経験ってことなんですか、これで。あ、多分だから学校教育がこういうことになってないので、うん、とか確率的でいろんなことをやれる場所じゃなかったとか。そもそも一つのレールをこう、まあ、分岐はたまにするんだけど、うん、大体みんな同じ列車に乗っていろんなところに行きますっていう話だし、うんうん、それに特化した人材を育成するための教育システムにずっと乗っかってるわけじゃない、うん、ほとんど全ての人たちが、うん、乗っかってる。ってなると それ以外のことっていうのはないことになっているので、うん、あ、もう列車から降りられないから。なるほど。降りられない、別に降りれるんだけど、本当は降りれるんだけど降りられないから、うん、もうずっと乗ってるからね。なるほど。うん、言い換えるとね、私降りるの怖いですしね。そう、窓からたまになんか魅力的な景色が見えてくるんだけど、うん、やっぱ一瞬だしね。確かに。お、駅に止まったと思って、うん、ああ、なんか美味しそうなお弁当ある。ああ、だけど停車時間3分しかない。どうしよう。ね、それでだって、ね、そのまま降りてさ、うん、列車から降りればいいのにね、うん。でももう列車行っちゃって二度と列車来なかったらどうしようと思っちゃうんでしょうね。きっと、うん、かもしれないし、ね。降りた先の世界を知らないから。ね。ってなると、その列車が自分に合ってなかったら最悪だよね。うん、だけどほとんどの人たちは多分合ってないんだよね。なるほど。完全には。うん、もちろん、これとこれとこれとこれを諦めたら、うん、その列車に乗れるんだけど、まあ実際乗ってんだけど。うん、中にすごいルールがあって、うん、なんか大声で騒いだらダメでしょと か、ね、例えばいろんなルールがもちろんあるわけですよ、集団生活だから、うん、だからそれから降りることはできないよねっていう、うんうん、でも、ね、必ず関門があって、うん、この関門を、ね、抜けられないとこの列車から降りてもらいますとか言われちゃったりとかして、うん、どうするのみたいな感じになってるから、うんうん、そうなんです。なるほど。ただそういうふうにするのが最適解だった時代が、うん、まあ、これまであったわけですよね、ずっと長い間、はい、工業化社会ってのはそういうもの で、うん、でそこじゃなくなってるんで、うん、実はテクノロジーがその技術革新が起きてそうしなくても良くなってるんですね、はい、技術的には、うん、だけど社会制度とか気持ちがそれに追いついてないので、うん、みんなそこにチェンジできてないっていうのが今なんですよ、ね、なるほど、なるほど。だから従来はなかったんだと思うんですよ、大変だったと思うんですよ、うんうんうん、今までのこう社会規範とかこう道徳とか、うん、そういうものに従うと見つけるの非常に大変でしょうっていう答えになると思うんですけど、うん、今は情報も溢れてるし、うん、だからなんでも情報だけでいっぱいあるんですよ、うんうんうん、見つけようと思ったらいくらでも見つかるよと。そうなんです。僕は例えば東京、まあ、面白い人たちに会いたい、いや、まず自分が何をしたいか確かに分からなかった、うん、ただ現状には不満だった、うん、だからすごい大変だった。なるほど。だからまずは東京に行って面白い人たちに触れようって。いや、もっと言うとその前に塾に行こう、うん、でも塾があることを知らなかった、うん、それは偶然教えてもらった。なるほどね。それはラッキーだった、うんうんうん、でも意外とそういう偶然というのはさっきの電車から見る窓の景色みたいなものであるんですよ、たまに。たまにそのふっと目に入るときはね。それは言い方を変えると桃太郎でどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきましたみたいな瞬間があって、うん、ほとんどの人たちはそれスルーするんだけど、はい、やばい、見ちゃいけないもの見ちゃったみたいな感じで、おばあちゃんはなんだこの桃はって思って桃取りに行ったって、まあ、よく僕がそういう例えでよくその話をするんですけど、はい、そういう、まあ、桃の話は一番わかりやすい、うん、普通に考えたら全員スルーするよね、うん、怖いですよね。怖いよね、爆弾、ね、爆発するかもしれないし、ね、爆発するかもしれないし、割ってみるんだみたいな、持ち帰って割ってみるんだ、すごいなって思うよね。そうですよね、さらっと当たり前のように大きな桃を家に持ち帰ってたら、あれ子供が見てるから、確かに子供はあんまりこう食べようがないから、うん、あれをすんなり受け入れるんだけど、確かにあれ大人だったら絶対受け入れないね。確かに、うん、確かにコンプライアンスがとかリスクがとか、桃のリスクみたいな ね、そうですよね。桃の話とか列車から見る景色、うん、なんか駅弁降りに来た人とか、うん、バーってチャンスは実はあるんだけど、それをちゃんとキャッチできるかどうかが実は大事だって今から振り返るとね、うん、だから小学校の先生が堀君は塾とか行った方がいいよって言ったら、何ですか塾ってって言って、うん、なんか面白そうだったから